A 男子 110m ジュニアハードル、続いて第2組です。8名全員の出場です。第2組です。さあ6レーンは久保田君、夏の全国大会チャンピオン。そして8レーンが出口君、夏の全国大会では6位。スクリーンにはリプレイ、そして結果が表示されました。予選2組第1着は久保田君、播磨南、14秒84。この時風はありませんでした。2着以下はどうぞご覧ください。